ジェレーナ・ジジノーラ・ハディットは、アメリカ合衆国のファッションモデル、テレビタレント。2014年に、雑誌、スポーツ・イラストレーテッドの水着特集にて、ルーキーのうちの一人に選ばれた。リアリティ番組、ザ・リアル・ハウス・ワイブズ・オブ・ビバリー・ヒルズに出演している。ロサンゼルスで生まれた。父は、パレスチナ人の不動産開発者、母、ヨランダ・フォスターは、オランダ人の元ファッションモデル。 妹のベラ・ハディット、弟のアンワル・ハディットもモデル。マリエル、アラナというジップ側のイボ姉妹がいる。さらにケーフ側のイボ姉妹が五人いる。両親は離婚後、母親は音楽プロデューサーのデイビッド・ホスターと再婚した。2013年にマリブ高校を卒業。高校時代はバレーボール部の首相を務めた。また、競争馬の騎手もしていた。高校卒業後、 勉強とモデル業に集中するためにニューヨーク市に引っ越した。2013年にニュースクール大学に入学。2歳の時にゲスの創設者、ポール・マルシアーノにベイビーゲスのモデルとして見出され、モデルとしての経歴を開始した。学業に専念するためにモデル業を一時休止したが、2011年にイング、モデルと契約。2012年にゲスのキャンペーンに復帰した。 2014年2月、ニューヨークコレクションのデシュグアルのショーでランウェイデビュー。ハディットは、シューン、ボーグ、ティーン・ボーグ、エル、ハーパーズ・バザーの表紙を飾った。加えて、ブメン、エル、グラツヤ、クレオ、ボーグ、スポーツ・イラストレーテッド、ピープルのエディトリアルに登場した。2014年には、多くの雑誌とカリーヌ・ロワドフェルドによるファッション雑誌。 CR ファッションブックの表紙に起用された。2014年4月に発表された、オーストラリアの歌手コーディシンプソンのシングル、サーフボードのミュージックビデオに出演。5月に発表された、ミゲルのシンプルシングズのビデオに出演。どちらのビデオでも恋人役を演じている。7月、トム・フォードのアイウェアブランドの秋、冬の広告に俳優で、 モデルのパトリック・シュワル・ツェネッガーと共に起用された。9月に開催された雑誌デイリー・フロントローによるファッションメディア賞の共同司会を務めた。2015年ピレリのカレンダーに起用された。同年1月にメーベリンのブランドアンバサダーに抜擢される。5月までにマーク・ジェイコブス、シャネル・マイケル・コース、ジャン・ポール・ゴルチエ、マックス・マーラのショーに出演。11月には ビクトリア・シークレットのファッションショーに初出演した。2016年1月、恋人、ゼイン・マリクのピロートックの PV に出演。2016年世界モデル長者番付では900万ドルを稼ぎ、5位にランクインを果たした。2013年から2015年まで、歌手のコーディー・シンプソンと交際。2015年からゼイン・マリクと交際しており、2016年5月号、 ゴーグのファッション特集では一緒に紹介された。全員のピロートックという曲に出演している。マリクとは数回交際してから別れる関係で、現在はまた交際している。そして2020年4月28日、マリクとの間に第一子となる娘ができ、ジミーファロン司会の番組で妊娠20週目だと明らかにした。2020年9月23日、 娘を出産した。ありがとうございます。